蔡英文は中華民国の政治家、法学博士。第7代中華民国総統、民主進歩党主席。同国行政院副院長などを歴任した。蔡英文の祖父は、兵東県宝山郷楓校の8課の9課であり、祖母は、四支教の排湾族の末裔である。英文の父、蔡清正は、宝山郷出身の豪商。商業週刊の報道によれば、蔡清正は4人の女性と家庭を持ち、英文の母は張金宝。子供は合わせて11人で、英文は抜子。ジャーナリストで政治評論家の周玉は、著書で蔡清正は5人の女性がいて、蔡英文は5人目の女性が産んだと主張しているが、この説は蔡清正の家族の確認を得られてはいない。清正は18歳の時に日本軍による南洋作戦への徴用を避けるために中国大陸に渡り満州国の満州機械学校で飛行機修理を学んだ。太平洋戦争で日本が降伏した後に台湾に戻り自分で事業を起こし貨物運送所を開設。後に台北市に移って自動車整備工場を開設して輸入車整備業務に参入し、中大米軍と外国人顧問の相手を専門にして事業を営み、60歳近くになって不動産業、建築業及びホテルビジネスに参入。中山区の中山北路と新生北路一帯に少なくない不動産を購入して富を得た。2011年12月下旬の中央選挙委員会の財産申請資料によれば、蔡英文は土地4カ所、建物2カ所、ニュータイワンドルで1805万元の預金、担保等を所有していた。英文の排湾族名は、トジェクで、頭目の娘という意味である。家系図によれば、本来は蔡英文と命名されるはずであったが、英は、画数が多すぎるので、父親の蔡清正が、英弟がにる、英に変えて、蔡英文へとした。父親の勧めで法学を学び、1978年に台湾のトップ名門大学である国立台湾大学法学部を卒業後、1980年にアメリカのコーネル大学ロースクールで法学修士、1984年にイギリスのロンドンスクール・オブ・エコノミクスで法学博士を取得。帰国後、国立政治大学及び東呉大学の教授に就任。国民党政権下の1990年代に行政院経済部の国際経済組織、主席法律顧問、経済部貿易調査委員会委員、行政院大陸委員会委員、行政院公平交易委員会委員、公正取引委員会委員、著作権委員会委員などを務め、1999年に李登輝総統が発表した中台関係の新定義、いわゆる二国論にも深く関わった。民進党が政権を獲得した2000年5月、中台関係の政策を受け持つ行政院大陸委員会の主任委員に就任。2004年には民進党に入党し、同党から立法院選挙に出馬し、当選。2006年1月から2007年5月まで行政院副院長を務め、同時に消費者保護委員会委員を務めた。退任後は、バイオテクノロジー企業タイメッド生物製剤の社長に就任するが、国民党から行政院副院長時代に同社に優先的に外注した見返りの天下りとして批判を受けるが、この疑惑は事実無根であることが証明されている。民進党が下野した直後の党主席選で対抗馬の古閑美や蔡同、栄に圧勝し、2008年5月21日、第12代主席に就任した。代理で就任した人物を除くと、民進党初の女性党首である。同年11月に民進党選出の元総統、陳水扁が資金洗浄疑惑で逮捕された際には、党主席として国民に謝罪し、党は陳に関する疑惑を隠蔽することはないと述べた。国民党の馬英九政権の親中政策への批判が高まる中、蔡の下で民進党は2009年中華民国地方選挙で党勢を盛り返した。2010年5月、第13代主席に再選。11月に実施された地方選挙の一つとして行われた仁木田市初代市長選挙に出馬するも国民党の朱立倫に惜敗した。2012年1月14日実施の総統選の民進党公認候補として再選を目指す国民党の現職の馬英九と次期総統の座を争ったが敗れ、投開票が行われた14日夜に党主席辞任を表明、3月1日付での辞任を了承された。2014年3月15日、党主席選挙への立候補を表明した。現職の蘇貞昌と有力候補の社長邸が、ひまわり学生運動の影響を受け、立候補を取り下げたため、党主席に選出された。2014年中華民国統一地方選挙での躍進により、党内基盤を確立し、2015年2月15日に次期総統選候補者に選出される。6月には、米紙、タイムアジア版の表紙を飾り、独占インタビューも掲載された。10月、日本を訪れ、日本政府高官や与野党幹部らと会談を行った。2016年1月16日、2016年総統選で、国民党の朱立友、無所属の王助元、新民党の宋楚瑜、民国党の徐金明を破り、初当選を果たした。得票数2位の朱立倫に300万票以上の大差をつけての圧勝であり、台湾初の女性総統となる。2018年11月24日、統一地方選挙での敗北の責任を取って、党主席の辞任を表明。2016年5月20日、中華民国総統に就任した。同年8月1日、原住民族の日に政府を代表して原住民に日本統治時代の同化、公民化政策や戦後の中華民国政府の方針について謝罪した。同月16日に対外経済戦略会談を開き、東南アジア諸国や南アジア、ニュージーランド、オーストラリアとの関係を強化する新南向かい政策綱領を採択した。同年12月2日、アメリカ次期大統領のドナルド・トランプと電話会談を行った。電話会談が公になるのは1979年にアメリカが台湾と断交して以来初めて。その後も蔡は再会談の可能性を示唆したが、大統領就任後のトランプは中国の習近平国家主席と個人的な良好な関係を築いたとして応じない意向を示した。2017年1月にアメリカ経由で中央アメリカの4カ国を歴訪した。1月7日、台湾桃園国際空港を出発。同日、アメリカヒューストンに到着。1月9日、ホンジュラスでフアン・オルランド・エルナンデス大統領と会談。同日、ニカラグアに到着し、ダニエル・オルテガ大統領と会談。同月11日、グアテマラで、ジミー・モラレス大統領との首脳記者会見を開催。同月13日、エルサルバドルを訪問し、サルバドール・サンチェス・セレン大統領と会見。15日に帰国。招待状が届かなかった2017年5月の世界保健機関の年次総会に関して12回のツイッター投稿を行った。同年5月25日、中国人民解放軍の奇襲上陸を想定した演習を視察し、三軍の統帥として、私は中華民国軍最大の後ろ盾となると決意を見せた。同年10月28日、太平洋諸島諸国訪問に出発。経由地のハワイで昼食会に出席。10月30日午後にマーシャル諸島に到着し、翌31日に同国の国会で演説。11月1日正午にツバルに到着し5時間滞在。翌2日にソロモン諸島の国会で演説。翌3日正午に経由地のグアムに到着し、4日に帰国。2019年7月11日、カリブ海諸国訪問に出発。経由地のニューヨークで外交関係のある国の国連代表と面会した。コロンビア大学で講演を行い、ナンシー・ペロシ下院議長と電話会談を行った。13日にハイチに到着し、製品展示会開幕式に出席した。15日にはセントクリストファー・ネービスを訪問し、総督より勲章を授与された。17日には、セント・ヴィンセント・グレナディーンを訪問し、議会で演説した。同年8月、国立台湾大学の賀徳薫名誉教授と、ノースカロライナ大学シャーロット校の林玉樹賞准教授が、蔡はロンドンスクール・オブ・エコノミクスの博士号を取得して、おらず経歴詐称であるとして告発したが、LSE 側が蔡の学位取得証明書と博士論文のコピーを提出したことで、フェイクニュースであると判明した。2020年1月11日、総統選挙において1996年の直接選挙以来過去最多の得票数の817万231票で、国民党の韓国瑜、新民党の宋楚瑜を破り、再選を果たした。5月20日、就任式を行い2期目をスタートさせ、また同日、民進党の主席に復帰した。2021年7月6日、チベット仏教の精神的指導者である、ダライ・ラマ14世の86歳の誕生日にあたり、SNS を通じて誕生日を祝し、大流行が続く中、互いに助け合うため活動することがなぜ重要かを教えてくれたことに感謝したいと伝えた。蔡英文2008年7月、台湾の主要政治家10人の支持率について行われた世論調査では、支持率 49% の1位となり、馬英九総統の 30% を大きく上回った。台湾のライスと呼ばれるなど学者出身で清廉なイメージがある。2012年総統選に立候補し、2011年4月の世論調査では、現職の馬英九総統と互角の支持率を出している。短髪、メガネの風貌から、日本のブラウザゲーム、艦隊コレクション艦これからに登場する霧島に似ているとされ、現地においても、霧島昌英と称されている。2015年11月14日には、霧島の年ドロイドが、蔡英文の選挙事務所に届けられている。蔡英文の批判者は、その政策が、抽象的で曖昧、なおかつ揺れ動くとして、蔡を、空心蔡、または、空心蔡と呼んでいる。このあだ名は2011年8月から出現し始めた。当時、蔡英文はすでに民進党の総統選候補者であったが、民進党内部のある人物は、蔡の政策に公開質問を始めていた。まず、民進党前立法委員、角正介は、蔡英文の両岸政策があまりにも抽象的であるとし、続いて、陳水扁オフィスの前主任陳昇さんは、その10年成功も、また、空心政権であると断言した。この後、空心蔡のレッテルがずっと、蔡英文に伴い、2015年の第2回目の総統選挙参戦時も依然として、両岸政策は空心だと疑問を挟まれている。二つの中国の立場に立っており、すでに中華民国は独立国家であるので独立宣言などする必要がないという天然独の考え方である。一方で、中華民国を認めず、台湾独立を主張する、陳水扁のようなラジカルな独立運動とも距離を置いている。急進的な独立活動家からは、立場を曖昧にした弱腰姿勢であるという批判がある。2012年総統選時の蔡陣営の集会政治的立場は、穏健な現状維持派とされ、中華人民共和国とは、新思考の交流を呼びかけている。2008年11月の中国海峡両岸関係協会の陳雲林会長の訪台をめぐって、訪台を歓迎しない台湾史上最も暗い一週間と踏み込んだ発言を行い、急速な台中接近を図る馬英九政権を強く牽制した。2010年4月25日には馬英九と共にテレビ討論会に出席し、両岸経済協力枠組み協議について安価な中国製品が大量に輸入され、台湾の産業が圧迫された結果、独立性を失い、中国の寄生虫になるとして馬を批判し、世界貿易機関の下で中国と交渉するべきと主張した。2019年11月には過去の国民党政権による白色テロによって多数の反体制派が弾圧された事件を引き合いに香港政府と香港警察による香港民主化デモに対する暴力を批判した。台湾の世論では、香港デモを追い風に2020年、中華民国総統選挙で再選を狙う蔡英文の支持率が国民党候補の韓国ユらを初めて逆転した。また、同年12月には中国からの選挙介入疑惑は台湾メディアなどで相次いで報じられたことを受け、国民党が抗議して採決に参加しない中で外国からの選挙介入やフェイクニュースを防止する反浸透法を成立させた。2021年4月16日に行われた菅義偉とジョー・バイデンによる日米首脳会談後の共同声明において台湾海峡の平和と安定の重要性が言及されたが SNS で沈黙を守った。台湾総統府や外交部が当日に謝意を表明する中、4月20日にツイッターに英語と日本語で評価しますと綴った。蔡英文政権にとって台湾海峡の平和と安定の重要性への言及は外交的成果だが、民進党立法委員は異例の沈黙について中国の反応を見ているためだと指摘している。2015年10月10日に行われた国慶日祝賀大会では、ライバル政党で与党国民党の党歌であり、中華民国の国歌でもある中華民国国歌の歌詞のうち、我党の部分だけ、歌うのを拒否した。しかし、2016年5月20日に総統に就任した際には、我党の部分を唱和した。台湾メディアでは、我党を歌うのかが注目の的となった。2017年1月1日の国旗掲揚式で問題とされている歌詞、我党も口を動かし、斉唱した。2012年総統選に立候補後、2025年までに、原子力発電全廃を目指す目標を表明、民進党結党以来の党是の一つである、脱原発を鮮明に打ち出した。2016年3月12日に台北市内で台湾の電力政策の見直しを求める反原発デモが行われ、際は台湾第1、第2、第3原発の運転延長はせず、建設が凍結されている第4原発は計画を中止とする。民進党の方針を強調。環境配慮や再生可能エネルギーの推進に取り組むとし、放射性廃棄物の処理については、今こそ超党派で向き合う時だと団結を訴えた。同年5月、気温上昇による電力供給問題の解決のためとして、台湾電力が17ヶ月停止している台湾第一原子力発電所1号機の再稼働を6月に考慮していることに対し、経済部長、李成功は、2025年原発全廃は、今日原発全廃ではないと表明した。緑色消費者基金会当次長、片県は、蔡総統が約束を違えたと考えており、法によって、台湾第一原子力発電所を監視せずに、経済部や行政院原子能委員会に1号機の再稼働を認めるのは大規模な無差別殺人行為のようなものだと表明した。同年10月には当初の通り2025年に原発ゼロにすることを目指し、行政院は再生エネルギー事業への民間参画を促す電気事業法の改正案を閣議決定したと朝日新聞に報じられた。2016年3月には福島第一原子力発電所事故後の日本産食品輸入禁止に対し、禁止対象の福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県幹部は規制解除を要請し、同年11月7日には衛生福利部が福島県産以外は一部を除き輸入を再開する法案を立法院に提出したが、不十分な資料や民進党の議論に応じない態度により台湾の民間団体から批判の声が上がった。同年11月10日、行政院は同月12日から14日にかけて3日間、全台湾10カ所の公聴会を告知し、公聴会が開催されたが、野党、国民党や市民、民間団体等の反発を受け、各地で大荒れとなった。2017年1月11日、2025年までに原子力発電所の全廃を目指すアジア初の脱原発法を成立させた。同年8月15日、台湾の600万世帯で起きた大規模停電で、蔡が謝罪して閣僚が辞任する事態となり、脱原発政策に批判が集まった。野党の反対、住民投票による輸入規制撤廃の否決などから2020年現在も台湾は輸入の禁止を続けている。台湾の少子化は日本より進んでいるが、2015年5月26日には、南薬理大学の講演で少子化減少について触れ、現在の若者は18でよく準備しなければならず、以後は数とが2人分の働きをして70、80まで努力しなければならないと語った。同年12月5日には基金を作って、少子化減少の対策にあたる考えを示した。国民党の資産を調査する、不当倒産処理委員会を設置するなど、国民党の資産没収に積極的であり、国民党の支持基盤でもある軍人、公務員、教師の年金優遇策の見直しにも着手し、これに抗議する政権発足後初の大規模デモも起きた。同性愛及び同性結婚に対して賛成の立場を取り、アジア初の同性婚合法化となる法案成立を推進した。2015年8月20日、台湾でのバレンタインデーに相当する七夕に、祝全天下所有的常人、七夕常人節快楽の題名で、3組の同性愛者を含むビデオクリップを公式サイトに掲載。同年10月31日、台北市内で同性愛者など性的少数者のパレードが開かれ、Facebook で愛の前ではすべての人が平等と述べて同性婚への支持を表明した。2016年10月29日、台北市内性的少数者パレードの日に、去年と同様に同性婚への支持を表明し、身分は変わったが、私の信じる価値は変わらないと強調した。立法院で、司法院釈阿座第748号、解釈施行法が成立したことを受け、ツイッターで、2019年5月17日、台湾では、愛が勝った。私たちは、真の平等に向かって、大きな一歩を踏み出し、台湾をより良い国にしたと述べた。2019年5月24日、司法院釈阿座第748号、解釈施行法第27条により、司法院釈阿座第748号、解釈施行法が施行され、中華民国で同性結婚が法律で認められた。同性の法律婚が認められたのは、アジア初であり、世界で27番目の国家になった。蔡英文は台湾キリスト長老教会が運営する台北総連幼稚園に通ったこともあり、たびたび同教会の行事に参加している。2015年6月21日には、長老教会150周年南部地区感謝礼拝に、高雄市長、陳菊区、平東県庁、韓武史康、前行政委員長、張敏夫ら民進党の関係者と出席し、長老教会の台湾に対する無視の封建に感謝しますと挨拶した。2015年12月5日には、中央教会とともに台湾キリスト長老教会が主体となって、当時の総統候補であった蔡と副総統候補、陳建仁のための全国キリスト徒後援会が結成された。2016年1月19日。台湾キリスト長老教会は、蔡の総統当選を祝賀する広告を出し、聖書の言葉を引用して、称賛の意を示した。死刑廃止を主張しているが、2015年7月17日に、台湾大学で、死刑廃止には2つの条件が必要で、1つ目は、社会のコンセンサス、2つ目は、完全に整った体制があることだが、この2つの条件は、今台湾では、まだ完全に整っていないし、存在しないと語っている。2016年7月12日、フィリピンが常設仲裁裁判所に申し立てた、南シナ海の南沙諸島とスカボロー礁にあるすべての岩礁は、法的には排他的経済水域及び大陸法を生成しない、岩と結論した南シナ海判決の際には、裁定は台湾の権利を傷つけるものなどと猛反発し、軍艦を派遣した。立法院も、どんな国際的仲裁裁判に基づく、一方的決定も、中華民国は、一切認めないとし、中華人民共和国の台湾当局という表現が判決文にあることにも抗議している。また、日本との紛糾を避けて7月に予定していた日台海洋協力対話を延期した。2016年7月19日の国家安全ハイレベル会議で国際法に基づいた平和的解決、多国、地域間協議に台湾を加えること、関係各方面には南シナ海における航行と飛行の自由を守る義務があること、中華民国は争議の棚上げと資源の共同開発による紛争の解決を主張することなどの4つの原則を提示した。2017年9月15日、蔡は国連安保理決議の制裁に全力で協力すると表明して22日に北朝鮮との貿易を全面的に禁止する経済制裁措置を実施した。自国の密輸業者への制裁発動と身柄拘束、制裁対象船の入港拒否や臨検なども言っている。住民が主役の政治を掲げ2017年に公約の一つであった住民投票法の改正を成立させた。2016年総統選時の蔡英文と陳建仁2008年10月、週刊東洋経済のロングインタビューを受けた。この中で対日関係について日本と友好的関係、協力的関係を維持することは最も良い政策的な選択肢だと述べた。さらに、かつて日本語を3年間勉強したこと、よく日本を観光で訪問したことなどを明かした。日本統治時代については、日本人には誤りもあったが、台湾に対する貢献もあったと評価。尖閣諸島問題については、台湾の領土と主張しつつ、経済利益は双方が共同で享受することを提唱している。2017年1月28日の春節に際して、ツイッター上で日本語と英語で、新年の挨拶をしたところ、中国から批判が殺到し、その批判に日本や台湾から反論がなされるなど、インターネット上で物議を醸した。東日本大震災から10年という節目にあたる2021年3月11日には、地震発生時刻に合わせ、ツイッターに日本語で追悼のメッセージを発信した。2009年3月には、民進党の党首として、初めて訪日し、自由民主党幹事長の細田博之や、日華議員懇談会の会長である平沼赳夫、民主党代表の小沢一郎らと会談した。2015年10月に再度訪日し、日本政府高官などと非公式に会談を行ったほか、自民党の細田博之幹事長代行とも会談した。また、民主党の枝野幸男幹事長や日華議員、懇談会メンバーらとも会談を行った。この訪日の際、安倍晋三首相とも非公式に会談を行ったと見られているが、菅義偉官房長官は否定しており、蔡自身も台湾との窓口にあたる交流協会の大橋光雄会長に会っていたとしている。蔡は出発前、この訪日について、今回の訪日は民進党の対日関係重視を表すものだ。日本の各界と意見交換し、将来の協力の方法を探したいと述べていた。尖閣諸島については、中華民国固有の領土であるとの立場をとっている。2008年10月に、東洋経済新報社からインタビューを受けた際は、釣魚台の問題については、民進党が政権を担当して、以来、非常に明確な政策がある。釣魚台は、台湾に属している、ということだと主張した。一方、このことが短期内に解決できないのであれば、領土の概念から導き出される経済利益について共同で発展させることができるはずだとも述べ、こうした前提の下で相互に討論することが可能であるとの認識を示し、領土の問題については、それぞれが各自に主張する。しかし、領土の概念から引き出される経済利益は、双方が共同で享受する。これが我々の基本的な理念だとした。総統選を控えた2015年9月23日には、釣魚台列島は台湾のもの。これは我々の一貫した立場だと改めて主張した。2016年1月16日、総統選勝利後の記者会見で、釣魚台は台湾に属していますと再び主張した。一方、日本との関係は非常に重視しており、この主権上の争いを関係発展に影響させることは希望しない。我々の間には主権やその他の論争が存在するが、我々は日本との関係強化を継続するとも述べ、従来通り日本との関係強化を図る意思も表明した。2016年4月に台湾の漁船が沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域で日本の海上保安庁に拿捕されてから馬英九中国国民党政権は沖ノ鳥島について排他的経済水域を設定できない岩との認識を示していたが、蔡英文が5月20日に総統に就任して間もない5月23日に法律上の特定の立場を取らないとして扱いを修正した。また、馬政権時代、台湾側が求めていたにもかかわらず実現しなかった海洋協力対話を同年7月までに実施する方向で調整していることが明らかになった。しかし、この決定に対して国民党ばかりでなく、民進党や時代力量からも異論が出ている。慰安婦問題の風化に反対している。2016年に発足させた政権では、重要ポストに対する知日派の登用が目立った。対日窓口機関とされる亜東関係協会の会長には、知日派とされ自身の側近でもある、邱義仁を起用した。また、駐日大使に相当する台北経済文化代表どころ駐日代表には、知日派の重鎮と評される謝長廷を起用した。元行政院長が駐日代表に起用されるのは初めてのことであり、この異例の人事は蔡の日本重視の表れだと言われている。ありがとうございます。